かすべく夜な夜な多くの人々が集うこの地で、今夜いよいよ世紀のフードバトルが実現します。日本を代表するフードファイター小林武と台湾代表料理、果たしてどちらが大食い王の名にふさわしいのでしょうか。アメリカで大食いをスポーツに変えた男、日本を代表するフードファイター小林武です。今回は本物のフードファイトを見せつけるべく単身この台湾に乗り込んできました。さあ中丸さん、はい、直前に取材されてましたが、この小林選手いかがですか。はい、そうですね、4、5時間前にお話を伺いに行ったんですけれども、はい、もうその時点でもう目はスイッチ入ってました。続いて台湾代表水水でホームの大歓声を集めています。台湾の小林武こと料理選手です。いや、さすが人気ですね。そうですね、日本の大食い番組を見て育ちました。気がつけば自ら大食い王になっていました。これはちょっと正直ね、小林選手やりづらいと思います。小林選手でも大歓声でしたが、それを2倍3倍上回る大歓声ですね。そうですね、絶対やりづらいですねこれ。今素敵な笑みを浮かべましてポジション舞台へ上がりました。大きな歓声も響いています。台湾の小林武を完璧に粉砕する、そのためにあえて選んだ完全アウェーでの戦いに侍が挑む。スタート。さあ始め、こんばんは。明日の TBS はこちら、夜7時生き物にサンキュースペシャル。ごめんなさい、愛犬ミクが、ミク何これ。夜8時54分ザ・グラワイドショー。日本で実際に起こった飛行機事故、車輪が出ない、乗客乗員の運命は。プラモス TBS。 ブレントは医療用超音波検査機の技術者。彼はドクターがどこにでも持ち運べるように超音波検査機の小型化に成功した。遠く離れた専門医に画像送信もできる。その患者がどこにいたとしても世界は一つずつ変えることができる。富士フィルムバリューフロムイノベーション。ママ、ララクラッシュ食べたい。ワニに食物繊維はいりません。お口でじゅわっとほどけて低カロリーで食物繊維たっぷりのララクラッシュなんて。食べたことあるの？ママ？パパ、ララクラッシュ食べたい。ワニはこの顎で何でも噛み砕けるんだ。お口でじわっとほどけてつぶつぶ食感の。本当はパパも食べたいんでしょ？食べたい。強くなりたい。でも強いだけでは。県の窓口予約しよう。お、この日行ける。予約完了。おこみち窓口。早見様、ご予約ありがとうございます。予約簡単ですね。あなたも無料で窓口体験。保険の窓口。大食い王小林武、台湾で完全アウェー対決スタート。さあ始まりました。この貫通ビーフ20杯です。お二人も頑張れ。はい、まず中丸さん、はい、この両者の動き見てどうですか。まず小林さんはこの1品目まずスタートダッシュをしていただきます。もう1杯目行きましたか、はい、小林ほいえ10秒に満たない時間。え、あの量っていうのはさあ来てますよ中丸さん。飲まなくてもいいんです。なんと飲まなくてもいいぞ。これはすすりづらいビーフンをスムーズに食べるための作戦だった。はい、4杯目いきました。
してまだ試合が始まってからわずか1分です。より、あ、でもよりも今スタンバイ。ただあれですね、はい、あのゆっくりとは見えるかもしれないですけど、はい、スピードはかなり速いです。かなり、そして表情は変わらないですね、はい、さあ小林がその間にまた1杯完食しました。おそらく小林さんは2品目で、はい、顎に若干負担がかかると思うので、1品目でなるべく差をつけた方がいいと思うんです。プリン5杯と、あ、なかなか差はやっぱ出ないですね。小林がリードしているものの、ヨーリンとの差は広がらない。さあヨーリンが8杯目に入っています。それに対して小林が現在8杯目から9杯目になりました。まだまだ均衡してます。ここまで小林はスープを飲んで、ヨーリンは飲んでいない。さあこれね、お互いどう出るかですよね、後半の影響が、はい、小林10杯いきました、10杯いきました、はい、いや早いな。この貫通ビーフンの折り返しに来ています、はい、小林武です。一方のヨーリンどうですか、中丸さん。やっぱり変わらないんですよね、表情が。だからここに来て小林の表情に変化が。しかも食べているのが台湾名物、今小林の顔が動きました。あ、ちょっとこれスープ残し出しましたね。スープ残してます。今首をかしげる動きもあったように見えましたか、はいはい、予想以上にビーフンが強敵なのか、いつになく苦しげな小林。一方ヨーリンもボタンを外した。一気にスパートをかけるのか。逃げ切りたい小林、追いかけ勝負は僅差のまま続いた。後半小林選手の顎、咀嚼の感じっていうのが分からないんですよね、はい、ヨーリンはちなみに顎の強さに一番自信を持っているそうです、ですよね、はい、やっぱり慣れてるっていうのもあるんでしょうね、さあもうこのサンツービー君も後半戦もラストスパートに入っています、はい、このあと後半戦バーバン20個に突入していきます。いやどうかな、サワロールのサワ、サワ現在小林19杯目、そしてヨーリンが18杯目、ね、まだ分かんないですね、はい、転ぶのはね。そして今小林が行った、行きましたか、20杯行きましたか、最後ラストはもう終わりまして、バーバンこれが1個目に突入です。うわバーバン行った、脱出。2品目バーワンに取り掛かる。豊かな川が小林の顎にさらなる負担をかける。小林は後半戦に突入しています。小林選手焦っちゃダメですね、この湿気ですから両者かなり汗かいてますね。あーこれねちょっとまずいですね、あの小林選手は咀嚼回数だいぶ今多かったんですよ、だから簡単にはやっぱ飲み込めないんですよ。聞こえてきましたね中丸さん、黄色い声が、これもう喋ってる我々の声が聞こえなくなるぐらいの大歓声になってきましたね。うわー、いやーアウェーの小林としてはちょっと辛いこの声援になっています。やりづらいですね、そしてヨーリンも20杯をクリア。ヨーリンここから巻き返しはなるのでしょうか。 H&S 夏の地肌はベタベタ、 H&S はダブル毛穴ケア、毛穴の汚れを洗う、ベタつきかゆみを防ぐ、すっきり地肌な印象、一日中プロテクト H&S。 服、メイク、最後の決め手はここの色、髪色で女を仕上げよう、輝きエッセンスでリッチな髪色に染まる、色持ち6週間のグレーヘアカラー、ウエラ。この番組は D&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。突入してきました、バーワンとね料理のね相性がねどうなるかですね。最高にワクワクするうまさにしよう、最高のこだわりでビールを作ろう。世界でも希少なダイヤモンドバカラ、最高級のファイン。
している彼女に外部諦め充実の車内できるミニバスキャンバス。今日はゴールデンの甘口をいかが。子供扱いじゃないわよ。大人も美味しい香る甘口。どう、予想を裏切ったでしょう。黄金の香りが甘口を変える SB ゴールデンカレー。え、喉だ。今日もうちで金麦と。あ、そして陽輪も20杯をクリア。ここで陽輪が単通ベーパーを完食。ついに得意のバーワンに突入。巻き返しを図る。そして陽輪もバーワンに突入してきました。バーワンとね、陽輪のね、相ですね。そうですね、これ幼少期からヨーリンはバーワンを食べられて親しみのある味ですか。そうですよね。どうでしょう、このヨーリンバーワンに突入してから気持ちペース上がってるように見えませんか。間違いなく上がってます。そして小林さんよりね、はい、早いような気がしますね。ですか、はい、ただ小林は先にバーワンに突入したという意味では貯金があります。不気味な追い上げを見せるヨーリンが気にかかる。バーワンに苦戦するなかったんですが、嬉しそうだもんね。小林さん相当辛そうな顔。そうですね。一方ヨーリンはバーワン2個目を完食しました。小林を追撃し、小林この弾力か、今水で流し込んでいます。あ、小林選手なので水もちょっと多めに飲むようです。そうですね。一方中村さん、ヨーリンがちょっとこのペース落ちましたね。鈍ってきてますか。ペース落ちましたね。そうですね。そういうことか。と小林にも変化が。こっからも気合いなんだろうなこれ。はい。この首の。いいような感じですか、ね。はい。前半戦はほとんどなかったこの動き。はい。自ら食べ物を飲み込むマシンと化しています小林。さあこの必勝スタイルがここに来て出始めました。さあ小林、ここでちょっとスピードまた上げましたか。上げましたかね、これ、はい、強いぞ、強すぎると小林武。小林がここでスパートをかける。強い。台湾チャンピオンでしょ。相手は台湾チャンピオン。すごいな。ヨーリンさん相当速いですよ。はい、頑張れ。それでも上回ってますからね。ヨーリンでも規格外のスピードであることはもう間違いない、紛れもない事実であります、はい、ただ小林も残り2つになりましたか。いやちょっと